静岡に戻ってきた国会議員の中には、はっきり申し上げます、3年間で140万円です。はっきり申し上げます、喋るな喋るな、これですよ。安倍派の裏金作りの実態を明かした静岡3区が地盤の宮沢博之衆院議員の姿も。その宮沢議員がとびっきり静岡の単独取材に応じました。どんなこう気持ちで覚悟であの場に立たれたのか、改めてお聞かせ願えますか。一番最初に喋るというのはですね、喋って潔白を証明して一抜けたっていうのは、いや、みんな苦しい思いをしているんだから、これは歩調を合わせなくちゃいけないっていうことは実はずっと思っていたところだったんです。私としてはいろんな精査もだいぶ見えてきた中でしたので、早く説明したい、説明する機会が欲しい、そう思っていたところ、まあ国会最終日、まあああいう形になりまして、もうこれは逃げることはできない、そう思ってあの瞬間に決断をいたしました。ご説明をされたこと、発言をされたこと、悔いはないですか。いや、もう悔いはないです。喋ったものは喋ったんですから、悔いはありません。もともとは今日、広島の海上自衛隊幹部学校の卒業式で祝辞や訓辞を読む予定だったという宮沢議員、防衛副大臣を辞任したことによって登壇することはできなくなりました。ご心境としては改めてになりますけど、いかがですか。本当に悔しいです。副大臣というのはそう簡単になれるものじゃないですよ。政務官というのを経て政策の研鑽を積んで人間関係を作り信頼を経て、それでようやく務まるものです。お金については本当に申し訳ないけれども、自分としてできる限り厳正な管理をしてきました。だからこそその内実を見てほしかったな。悔しいです。おととい、派閥による指示であったことを突然激白した宮沢議員、指示の詳細についても質問を投げかけてみました。記載でいいというふうに指示があったんですよね。慣習だった。慣習だった。ですから、今までの皆さんもこうなのかなってどこかで思ったかもしれません。それを直そうと声を上げなかった我々にも責任はあるかもしれません。